エーズン -209 ー図は、エーズン -206 のものであるが、エーズン -209 の機体の形状、構成は、ほぼ同じである。エーズン -209 は、西安愛生技術集団講師が開発した、多用途戦術無人航空機。同社は、西北工業大学が所有する独立法人である。軍民療養を意として開発された。 エーズン -209 は多様と無人航空機エーズン -206、207 20シリーズの最新型である。エーズン -209 はエーズン -207 より機体を小型化している。主翼はテーパー翼、後翼配置となっている。総ブーム形式で、ブームの後端に垂直尾翼があり、2枚の垂直尾翼の間に水平尾翼が付けられている。 垂直尾翼と水平尾翼は H 型配置となっている。推進方式はプッシャー式である。搭載エンジンの形式はピストン式であること以外不明である。プロペラの翼の枚数は2枚である。膠着装置は簡略なスキットが付けられているだけであり、ランディングギアは持たない。離陸はラトを使い方パルトから出される。着陸は スキットランディングもしくはパラシュートを用いて回収される。艦艇のヘリコプターデッキからも射出可能と考えられている。ミッションに応じタペーロードを搭載可能。軍用型は地上移動目標表示レーダー、目標指示装置、エリント装置、周装置、通信中継装置を積む。民間用和などミッションに応じ選択して積むことができる。 おそらく自立飛行ができると思われるが、情報は公開されていない。見通し船内通信及び、見通し船外通信用データリンク装置を搭載。ドローン本体、ペイロード、データリンク装置、トラックに搭載された、地上管制ステーション、射出装置、トランスポーター。2011年7月に中国で行われた、 水陸両用船の演習で海南島とスプラトリー諸島との間の通信中継を行ったと伝えられている。また2012年5月にはエジプトがエーズン -209 の国産製造を開始したと伝えられている。2013年時点でエーズン -209 は中国人民解放軍海軍とエジプト軍で運用中と考えられている。ありがとうございます。